今日は鹿島山へ登ります。鹿島山山頂に到着しました。標高は912メートルです。大鈴山山頂に到着しました。標高は1011.5メートルです。大鈴山山頂からは南アルプスを眺めることができます。 平山明神山山頂に到着しました。標高は970メートルです。宝来寺山が見えます。照明神からの眺めです。岩小屋山山頂に近づいてきました。大鈴山と平山明神山が見えます。 岩小屋山山頂に到着しました。標高は799メートルです。岩小屋山山頂からの眺めです。倉掛山へ向かいます。五殿岩からの眺めです。 倉掛山山頂に到着しました標高は882.6メートルです倉掛山と千枚田の眺めが素晴らしいです大見駅まで歩き京の山歩きを終了します